はーい。ウークイ、皆さん、まずは、お疲れ様でした。終わりましたね。無事に、えー。あの、コチンダとか、糸満よりはね、今日がウークイのところがあるって、昨日聞いたんですけど、やっぱり地域によってね、違いますね。本当は、あの、昨日がね、沖縄本島、まあ、大体の地域がウークイだったんですけども、今日はコチンダとかはね、今日、 いいにななるととうことなんですけどもねだからあのご先祖様の滞在期間が長くなるんですよね地域によって違うということなんですけどもうちは昨日ね無事に終わりましてはいちゃんとご先祖様をお見送りいたしました今日寝不足もしくは飲みすぎあーだるいって思ってる方もいるかもしれませんけどこのねヤッコベイビーマイタイム楽しんで聴いていただきたいと思いますうークやけ 一発目、ヤコベイビー、マイタイム今日も張り切って、スタートします はいいやーね、あのー、うーくえの日、皆さんね、学生さんはお休みのところもあったのかな地域に、地域によってね、お休みの学校もあれば、お休みじゃない学校もあったりなんかしちゃったりして、で、それで、ね、親御さんたちは戸惑って、なんか教育委員会とかに連絡 <laughs> したらしいんですけど、うちの地域は、昨日は午前中授業で、 お昼ご飯給食もしっかり食べてのはいあのー、そこまで1時半下校だったかなうん1時半下校でしたねだからまた地域によって違うんだなーって思いましたけどねまた不思議だねうん地域によってまた違うということでさてさてうーくい明けちょっと飲み過ぎちゃったなーって人いらっしゃいますよねいると思います私は昨日はねお酒飲んでないんですけども うん。やっぱり久しぶりにね、家族とかとこうゆっくりと話す時間が作れるっていうのはとてもいいことですよね。心の中できちんとね、これからの皆さんの健康、家族みんなのね、幸せ健康を願いながらきちんとお見送りいたしましたよ。さて今日のですね、早速なんですけども、今日のメッセージテーマ。えー、なかなかやめられないこと、やめられないもの、 あればぜひ教えていただきたいなと思いますよ。ありますか皆さん。やめれないこと。まあ代表でね、よく取り上げられるのが、タバコ。うん、タバコですよね。タバコなかなかやめれないんだよっていう人もいると思いますけども、どうですか皆さんは。はい。これね、なんで今日このテーマ取り上げたかと言いますと、ある雑誌でね、あ、ある本で、 書籍なんでですけどある本で漫画家さん漫画家のね方なんですけどもこの方がね昔すごいヘビースモーカーだったそうなんですね。でその時にこの方が読んだ本の中でやめがたいものをやめた時にこそ自分の欲しいものが手に入る例えば夢とかね希望そういったものが。 自分がこう、なかなかは、はもうやめれなかった、やめれないなと思ってるものを、スパッと諦めた時に、こそ、入るものなんだよっていうのを、読んで、その漫画家がね、読んで、ああもうだからか、私はタバコずーっと吸ってるけど、これなかなかやめられないんだよなでもでも、自分はどうしても漫画家になりたいから、スパッと、ズバッと、やめちゃるって、それからもう吸わなくなったらしいんですよ。で、そしたら、 その何ヶ月か後に、その自分が書いているものが、何かの賞を受賞して、で、それから漫画家への道がこう切り開けてきたというね。で、今漫画家として活躍している方なんですけども、本もね、いろいろと出している方なんですけども、この方が、もうずっとね、タバコも吸わない。今もし吸ってしまったら、漫画家、じゃあね、なくなっちゃうかもしれない。<laughs> 閉ざされてしまうかもしれないこの道がねせっかくこう開いてきた道がっていうことで今でもタバコはい、もう一切吸っていないという話をね本で読んでなるほどなと思ったんですよ。やめれないもの皆さんありますか私もたくさん結構あるんですけどやめれないことといえばそうですねもう一番にこれあげられるなぁ こう感情のコントロールがなかなかうまくできない <laughs> 要は気度哀楽が激しすすぎるんですよねこれよく言えばねまあ喜怒哀楽で怒以外は怒る以外はいいじゃないのって言われるんですけど。 あまりなんか、この喜怒哀楽、まあ、喜ぶとかはね、いいと思うんですけど、愛もいいと思うんですけども、なんか怒り、怒る巣のスイッチが、<laughs> 喜怒哀楽が激しすぎて、なんかね、ちょっと自分これコントロールしなきゃなっていうのをずっと思ってたから、この本を読んだ時に、なるほど、これちょっと穏やかになるチャンスだなと思って、<laughs> 自分のね、 道をこう開くための、あなんか助言、アドバイスなのかななんて思ってね、ちょっとかみしめながら読んだんですけど、皆さんはどうですかやめれないもの、あと甘いものね、うん、美味しいですよね。これもなかなか、うーん、時々はいいけど、多すぎるとあれなんで、ね、ちょっとほどほどにしたいななんて思いますけどもね。さあ、皆さん、ぜひ送っていただきたいと思います。メールアドレスは、 ひるらじ12アットマーク Gmail.com ひるらじ12アットマーク Gmail.com となっております。さて、ひるらじやっこベイビーマイタイム。この番組では、もうね、ユーストリームとツイキャスでも映像と音声ネット配信しておりますので、動画で楽しむこともできるし、ラジオだけで、声だけで楽しむこともできる。 い,ろいろとと、ね、と楽しむ方法があるということですそして、えー、ツイキャス、ね、各局のホームページから見ることができますのでそちらもどうぞお楽しみください。 あと、サイマル放送、リスンラジオで聞くことができます。全国のラジオ局から FM ノワンを選択して聞いてください。あと、パソコンで聞きの方は FM ノワンのホームページに再生ボタンがありますので、こちらは完全全編同時放送で楽しむことができます。よろしくお願いしますね。<laughs> さあ、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。 さあ、それでは、ヤコベビーマイタイム。今日のオープニングナンバー、こちら。Black Eyed Peas, Where is the Love? ヤコベビーマイタイム。今日のオープニングナンバーはブラックアイドピースで Where is the love? お届けしました。ヤコベビーマイタイム。この番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の協力でお送りいたします。 はいはい、やっこベイビーマイタイム生放送でお届けしておりますよ。9月だね。あっという間に。もう本当にどうしましょう。<laughs> これからは秋。いいですね。沖縄まだまだ秋っていう感じ、ほど遠いような感じしますけど、秋は一番大好き、私。うん、ね、早く秋を来いっていう感じなんですけども。今日ね、

そしたらもうちょっとテンパってるから <laughs> あのもうなんていうのうまくどうしようどうしようみたいな感じになってでうまくこうエンジンがかけれなくて普通かけられるものがあーと思ってちょっと落ち着けよっていうことで落ち着いてもう一回かけ直してそしたら一応エンジンはかかってで発進する時にまたガタ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  <laughs> ここまで来るのにちょっと大丈夫かなと思いながらそうしたらね走らせていたらあのー、ちょっとスムーズにね行くようになったんですけど心配どうしよう本当にもう車がなかったらねあ本当大変大変な沖縄でございます車社会だからねどこに行くも行くにも車がないと本当に困っちゃうっていう感じなんですけども昔はね 20代前半ぐらいまでは、そうですね、どこに行くにも私はもうバス。<laughs> バス徒歩。で、10年前、ちょうど12年前かな、FM 小沢がね、パルミラ通りにあった時に、その時に、えー、番組をやらせていただいてて、那覇から小沢までバスで通って、バスから、あ、バスから、那覇、小沢から、 整理しよう整理しよう小座から那覇までバスでまたね帰ったりとかしてで途中で歩いたり本当にね歩きながらこうものを考えるのがと,とっても好きでしたねちょっとうん <laughs> 大丈夫かなっていう感じはあるんですけどなんか歩くのはとにかく好きでしたね で最近はもうね、子供を産んでから車がほとんどもう手放せなくなって、送り迎えとかもね、あるじゃないですか。で自転車でっていうのはちょっとね、難しいんですよね。だから車、どうしよう、本当に。うん、ちょっと考えなきゃいけないな、なんて思ってるんですけどもね。さあ、今日のテーマは、あなたがやめられないこと。なかなかやめられないこと。なかなかやめられないもの。 何でもいいですよ。甘いものがなかなかやめられないよーっていうね。あとアルコールがなかなかやめられないよ。ビール飲みすぎてお腹がタプタプだよーっていうね。で、これをやめると何か自分が欲しがってたものとか夢が叶うよっていうね、お話なんですけどもね。ちょっとスピリチュアルになっちゃうけどね。いや、そんな感じではなかったんですよ。私が読んだ本は。 全然そんなスピリチュアルな感じではなかったんですけどねさてさて、えー、じゃあちょっとメッセージ紹介する前にそうそうそう大事なお知らせいきますよ昼ラジオを聞きの皆様へリスナープレゼントのお知らせです今週のリスナープレゼントはカフーリゾート付着コンドホテルのランチ券ですご希望の方は2つのレストランからお好きな方を選んでメールでご応募ください1つ目はワインダイニングザ・オレンジ 東シナ海の絶景とともに沖縄食材をふんだんに使ったイタリアンが楽しめます。そして二つ目琉球バーベキューブルーです。沖縄県産の和牛を使った焼肉やアレンジ料理を味わいながら最上階からの大パノラマをどうぞお楽しみください。ご応募のメールには懸命に昼ラジリスナープレゼント。本文には お名前、ご連絡先、ご希望のレストラン名を必ず書いてくださいね。よろしくお願いします。えー、また、番組へのご意見、ご感想もぜひぜひお寄せください。メールアドレスは、ひるらじ12、アットマーク、gmail.com です。ひるらじ12、アットマーク、gmail.com。コム。締め切りは今週いっぱいとなります。たくさんのご応募、 お待ちしていますよ。えー、なおですね、当選された方は、スタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能の方とさせていただきます。よろしくお願いします。さあ、大事なお知らせいきますよ。先週のリスナープレゼント、沖縄ザンパミロイヤルホテルペアランチ券、二組、見事当選されたのはこちらキナッチさーんそして、イーサーさん おめでとうございまーすあれ、エコーがならなかった。すいませんね。エコーで、ガーンと行きたかったとこなんですけど。キナッチさん、イーサーさん、おめでとうございまーす <laughs> イエイイエーイ沖縄残波岬ロイヤルホテルのペアランチ券、見事当選しました。おめでとうございます。ぜひ、行ってみた感想などもね、教えてください。お待ちしておりますよ。よろしくお願いします。 さあ、メッセージ行きましょうかね、えー。ツイキャスです。ヤッコハン、コヌツワーということで、イーサーさん。イーサーさん、おめでとうございます。リスナープレゼント当たりましたよ。当選しました。銀のトロンボーさんです。こんにちは、ヤッコさん、お元気でしょうか元気、もりもりです。えー、明日から、えー、休の準備を始めるヤッコさん、よんなよんなですよ。いやいや、もう。 まだまだ先でしょ急所は <laughs> ちょっと笑いましたね <laughs> あー大変だよもう本当にイーサーさん感情の起伏のコントロールなかなか難しいかなとどんな時も平常心だなんて無理まあね本当あのー、喜怒哀楽があるから人間だと思うんですけども なんか、スイッチがねおかしいんですよ、私は多分あのー、すぐ泣いちゃうしすぐ怒っちゃうしすぐ喜ぶ喜ぶのはまあいいと思うんですけどそこら辺がねちょっとうーん,うーんって感じですね <laughs> えー、イーサーさん怒るにしても理論的に正そうなんて焦って、うん,ん あじれったくてじれったくてできないあそうね理論的に正そううーんそうね怒る時にに何か理路整然と言える人ってすごいですよねうーんこれちょっと憧れます怒ってる時ほど何喋ってるか分かんないですよね <laughs> 私そうなんですよ怒ってる時に例えば旦那さんにね怒ってる時喧嘩してる時とかに 言ってる言葉がもうわけわかんない。<laughs> 声の仕事してるのに。<laughs> 伝える仕事してるのに。<laughs> 何言ってるかわかんない <laughs> あ。自分で何言ってるかわかんない。わ <laughs> か,かりません、本当に。だから聞いてる方も全然わかんないと思います。うちの旦那さんはもうちんぷんかんぷんでしょうね。ただその怒りにもう任せてガーって言うから でね、ひーって <laughs> いう感じでしょうかね <laughs> えーっとイーサさんザスタイルあスタイルスティックスの愛がすべてリクエストしてもいいですかありがとうございます、えー、確認しますのでちょっとだけお待ちくださいよ <laughs> ねえ感情だから穏やかな人って本当にいいですよね穏やかに考えられる人って っていいうのはななんか、まあ、ないものねだりだりと思うんですもうべてねないものねだりなんですよ世の中。<laughs> と思うんです私は。だけど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 ね本当にそうなりたいなっていう希望でそれを感情のコントロールがうまくできるようになった時には何かがこう見えてくるかもしれないじゃないですかね。うん こう自分が望んでるものが手に入ったりするかもしれないかな、なんて <laughs> 思っていますけどね。どうですかね。では、じゃあここで行きましょうかね。皆さんから後でメッセージね。リスちゃんからもちょっと届いておりますので、この後紹介していきますよ。よろしくお願いします。で、イーサーさんからのリクエストナンバー行きましょうかね。来たかな イーサーさんからのリクエストをナンバーかけれるかなあ、きたきた来た,来た,来たあ、ちょっと止まった <laughs> それでは全ては愛が全て愛が片付けてくれるんでしょうかどうなんでしょうかイーサーさん私に教えてスタイルスティックス愛が全て さあやこベビーマイタイム皆さん盛り上がっておりますか <laughs> <laughs> ありがとうございますお付き合いいただきましてえー、っとじゃあですねメッセージいきましょうえー、リスちゃんから来ていますよもじゃもじゃ前髪姉さんこんにちはもうさもじゃもじゃって言われてからもう気にしてさっきから触ってますけど大丈夫またもじゃもじゃ <laughs> まあいっか からは大相撲9月場所ですねやっこ姉さんがあれほど叱ったのにまた木瀬の里は怪我をして出場するみたいです完全に治るまで出てくるなとやっこ姉さんが木瀬の里にビンタビンタをしてくださいこれ大丈夫かな言ってビンタをしてくださいそれ以外誰の言うことも聞きませんどんだけ強情なんだよその前のワードは言えないからね今 <laughs> P ワードがちょっとあるから ここは言えないえー、そっか稀勢の里さんはお怪我大丈夫なんでしょうかねまた怪我してる時に出てもねなかなか自分の力を発揮できないと思うんですけどでもそれが彼のなんかこうスタイルというかスタンスなのかね貫いてるのかなどんな時でももう出るっていうね確かそうですよね今まで休場したことがだってあの横綱になる前も ね、休場したことがないぐらいのね、もう頑張り屋さんだったから。うーん、まあ、それが規牲の里さんですね。きっとね。で、私、ビンタしませんからね。<laughs> ダメよ、リスちゃん。ほんとよ。みんなで応援していきましょうさあ、そして、たたっと、リスちゃん、から来ているよ。あれ、ちょっと待ってくださいよ。 えー、ヤコ姉さんのファンデーションのノリがいい日は体調がいい。<laughs> <laughs> ファンデーションね、ファンデーションっていうか、クリーム、なんか、うん、うん、クリームみたいなの塗ってるけどね。あの、塗った、塗ってますよっていうのがちょっと苦手なんです。皮膚呼吸があんまできないような感じ。ね。で、また塗ると、シワに、こう、 ファンデーションが入って、こう男性わかるかな男性人は。だからカピカピになっちゃうんですよ。うん。あまり好きじゃない。えー、リスちゃん。ヤッコ姉さんがすぐに泣いたり、すぐに喜んだり、すぐに踊り出したり、すぐに歌い出したりするのはとても可愛いと思いますが、すぐに怒り出したらしつけが必要ですね。ね。そうなんですよ。だから、多分ね、周りにいる家族は大変かもね。 っってあの思って思、ね、特にあのー、うんでしょうね。さっきまでで喜んでたあらにーっていうね <laughs> なんですごいこんな怒ってんのみたいな。だからそこをなんかこうフラットまではいかないですけど今まで100%出してたものをうんじゃあまず70%ぐらい出していこうかなっていう。 30%しか気づいてない感じですけどまあこれが50%ぐらいになったらいいと思うんですけどちょっと70%は出させてくださいっていうことですかねできたらできたら、うん、ちょっとそれが目標ですね、うん、えーリスちゃんやっこでさん今年の結婚記念日はどうなのありがとうございますお気にかけていただきましてもう本当に今年あの10スアニバーサリーですからね はい、期待してますよ。期待してます。公共の電波を通して期待してます。3回、2回行ったからね。<laughs> ではでは行きましょう。今日はね、あなたのなかなかやめられないものこと、やめられないものこと、教えてくださいというテーマですよ。 えー、イーサーさんです。やっこはん、こぬつわ。こぬつわです。イーサーです。うーく弱って、一段落の沖縄ですかね。関東はこれから休本悲願を迎えます。うちの地元でも、巨峰が、最盛期になってきて、ぶどう狩りのバスが週末には来てますよ。あー、楽しそういいですね、ぶどう狩り。リスナープレゼントも当たったようでありがとうございます。残パの当選率高、高 <laughs> <laughs> 待って、ウケる。そうなの残パに愛されすぎてるイーサーです。<laughs> 待って、でも確かにイーサーさん残パ多いよね。多いな。これでもね、厳正なる抽選で、もう毎回毎回言ってますけど、厳正なる抽選でやってますので、あの、<laughs> すごい、 愛されすぎてるっていうことですよね。ほんと、残破に。おめでとうございます。今回も当たりましたよ。えー、そんなイーサーさんなんですけども、やめられないことを辞めたことで叶えられるものがあるならやめますけど、それを信じるだけの技量が自分にはないので無理だと思います。もし辞めたことで得られるならば辞めますけどね。あら、あららら、なんかとね、ちょっと、あれじゃないですか、イーサーさん。 なんかイーサーサさんポジティブなイメージがありますけどちょっとここでネガティブイーサーさんがちょっと出てきましたねうん愛で全ては片づけられたらどんなに幸せだろうかあらなんかイーサーさんなんかあったの大丈夫 <laughs> ねまあそういうことですよあのー、そうよ普段はこうねポジティブなイーサーさんだけども時々ネガティブになってそしてね ちょっとこうね気弱な部分もあって愛で全てをこう片付けられるんだったら本当にね幸せだなって思いますよねそうそうそんな時もあっていいいいでもあのねちょっとだけ試してみるのもいいかななんて思うんですけどねどうでしょうかね私もなかなか本当にこの喜怒哀楽フラットにする感情のコントロールっていうのはね なかなか難しいんですけど、ちょっとずつやってみたいと思いますよ。まあ、完全にね、もうスパンってやめれることはちょっと難しいと思うんですけど、ちょっとずつ頑張っていこうかななんて思ってますよ。えー、今週のリスナープレゼントの応募もよろしくお願いします。ブルーで残り時間ばりよーということで、ありがとうございます。はい。では、抽選に回しておきます。ブルーで <laughs> ちょっと新しいバージョン <laughs>。ブルーで <laughs>。はい、きっと当たると思います。ありがとうございます。えー、っと、北のリスさんから来ていますよ。えー、こんにちは、感受性の豊かなやっこさん。あー、いいように言えばそうなんですけどね、本当に感受性か。<laughs> いい言葉だな。感受性が豊かっていうのは本当にいい言葉。ありがとうございます。えー、溢れ出る感情の波を抑えることは難しいですよね。何かを受け入れてしまうことも大事になってきます。そうしないと自分の心が押しつぶされて病気になってしまいます。えー、自身の身を守るためにも自分の心を分ける必要性に 迫られたらかな迫られたら。病気にならないように折り合いを考えないといけないですよね。自分の心のバランスを保ってくださいね。ヤっコさんならそれができます。なんて言ったって笑顔の素敵なヤっコさんですからね。ごめんなさい。なんか、心配かけてしまった。すみません。ありがとうございます。嬉しいですね。リスナーさんに心配してもらっちゃって。 そうよね心ののバランスを保つのは、ね、大事ですよねそれがなんかそうそう北野リスさんが言うようにねちょっとこのなかなかねバランスが取れなかったりすると心のバランスがねちょっと乱れてしまう場合もあるから気をつけていかないといけないよね。<laughs> 感受性が豊かなちょっとこの言葉を胸に頑張っていきたいと思いいますはい、北野リスさんありがとうございます。 えっとーじゃあツイキャスいきましょうねえー、さっきねえー、スタイルスティックスの「愛がすべて」えー、お届けしたんですけどもそれをねかけてる時にめぐちゃんが「わからない」って言ったから「えー、っ?」てちょっとびっくりしてね「ね、えっ、ー、ジェネレーションギャップ」っていうねことを言ったらいやいやその曲は知ってるけど歌えないっていう話だったんですねめぐちゃん曰くね。 で、それに対して、イーサーさん。メイグーザスタイルスティックス知らんのジェネレーションギャップやん。ということで、ほんとよ。もう、どうしよう。と思ったんですけどね。<laughs> でも知ってるらしいからね。うん、よかった。ちょっと、BGM 変えます。はい。生放送でお届けしておりますよ。えー、っと、イーサーさん、歌えない俺も歌えんがねーって。 なかなか洋楽はね、うん、難しいですよね。でもなんかこう、リズムを取りながらね、楽しく、ディスコミュージックだからね。うん、ちょっと盛り上がりましたね。三、えー、3人のもマ,マキナッチさんです。こんにちは、やっこさん。洗濯物を干しながら聞いてますよ。お疲れ様です。もうね、洗濯物。だから今日、ちょっと曇ってきてもいるけど大丈夫かな私はガンガン干してきましたけどね。<laughs> 今日のテーマ、やめられないこと。 なかなか会えないので友達との電話でのおしゃべりです。はあ、友達とのの電話でのおししゃべりは楽しいよね気づいたらもう結構な時間過ぎてるってのありますからね。でもこれはねもしかしたらキナッチさんの例えばほら普段のねなんか大変なこととか、うん、ちょっとストレス溜まってることをね友達に聞いてもらうことによってまたちょっとね ストレスをこう発散できるものであれば、それだったらいいんじゃないかなーなんて思いますね。これがもう毎日、毎晩とかだったらもう大変ですけど <laughs>、それはもうちょっとやめた方がいいと思うんですけど <laughs>、でもね、おそらくあの、時々ね、やってるんじゃないかなと思いますのでね、それはいいんじゃないかなーなんて私は勝手に <laughs> 思いますけどね。そして、きなっちさん。 見事、当選しました。おめでとうございます。えー、沖縄ザンパミサキロイヤルホテルのペアランチ券、なちさん、見事当選してますよ。おめでとうございます。えー、あ、上野さん、久しぶりです。こんにちは。鹿児島からハイサイお久しぶりです。ということで。お元気でしたかねあ、こっちかなお元気ですか鹿児島はどうですお天気は。9月に入りましたけど。ね、ちょっと秋らしくなってきましたかね。沖縄は、 ちょっとだけ風がね、あのー、心地よく、日差しはあるんですけど、少しだけ秋の風はちょっとずつ吹き始めてるかなっていう感じはしますね。えー、イーサーさん。やっこはんの番組で癒されてますよ。<laughs> よかった。ありがとうございます。えー、イーサーさんがね、ザンパミサキロイヤルホテルの リスナープレゼント、当選率がすごいっていう話なんですけど、イーサーさん、うん、当選率アップ、アップアップということで。そうですよね。まあ、できたらまた違うのも当たるとね、いいですよね。抽選に回しておきましたので当たるといいですね。はい。さあ、今日はあなたのなかなかやめられないこと、やめられないもの、ね、お届けしておりますよ。 えー、ツイキャス、FM 那覇行きましょうかね。あららら。えー、これは中国の方なのかな <laughs> ちょっとこれ大丈夫かなこの日本語は。ちょっと読めるのかなこれ。えー、あれ中国の方じゃないのかな私は日本人です。私はあなたが好きです。あなたは可愛いです。意味っていうね。<laughs> よくわからない <laughs>。でも、あのー、ポジティブに受け止めて。 冗談だよって、ありがとうございます。あ、冗談なんだ。そうなんだ、ありがとうございます。マイクさんかなどうかなありがとうございます。えー、犬道さんです。犬道さん、初めましてですかね。あ、え、もしかして、親愛なる隣人って、もしかして、 あの方なのかなもしかしてもしかして FM 那覇よく聞いてくださってるあの方なのかわかんないけど、あの方かなリスナーの方かな、うん、はい。ありがとうございます。いやー面白いなーって。枠切れるって。どうすんの枠切れるよって。はい。復活しました。どんなんでしょうかねありがとうございます。G. カレンさん。ひいきしすぎじゃーって。何のひいきしたかなーどんなかなー あ、やっぱそうなんだ。親 <laughs> 愛なる隣人さん。<laughs> お久しぶり。<laughs> 見てくれてるんだ。ありがとうございます。いつもお世話になっております。はい。<laughs> ありがとうございますね。えー、っと、えー、っと、コザのツイキャスです。 翔太さん、はじめまして。宮崎から聞いております。最近は夜が涼しくて助かりますね。ああ、宮崎から。どうもどうもありがとうございます、えー。翔太さん、はじめまして。沖縄のね、FM 小座というところと FM 那覇、FM ギノワのね、3曲同時に放送しております。この番組です。えー、宮崎か。いいな。宮崎に友達がおります。<laughs> プチ情報。<laughs> <laughs> 最近は涼しいんですね宮崎もね沖縄も少しずつちょっとずつですけどまだまだね日差しが強い沖縄は本当に日差しが強いんですよ。え三人のママキナッチさんですえザンパーロイヤルのランチチケットありがとうございます友達とのおしゃべり友達とのおしゃべりは多くて週1でおしゃべり楽しんでますよあもう週1ぐらいだったらもうどんどん喋ってくださいいいと思います。 全然オッケーですよ、もう。ね。なんかこう、友達と話すことによって、なんか自分をまたね、見直したり、あ、ちょっと怒りすぎたかなって私のことなんですけど、それは。<laughs> 旦那に怒りすぎたな、とかね。<laughs> ああ、ね。頑張っていきましょうね、皆さんね。えー、っと、はりまるさん。 ギノワンです FM ギノワンのツイキャスチースということでお初参加しらえっとねもうこの番組4年ぐらいやってるんだ <laughs> でも FM ギノワンではえっと今年から3曲同時で放送してるのかな今年からでしたっけねはいはりルさんよろしくお願いいたします えー、翔太さん初見ですということでねはいたくさん初めましての方も増えておりまして嬉しい限りですさあ今日のメッセージちょっとねたくさん紹介してありがとうございますちょっとこの本紹介させていただいてもよろしいですか標本ブックというねこれ珍しいまた本をちょっと今日は持ってきましたよ標本まあこれね 小さい頃に自由研究の課題とかで皆さん標本チャレンジしたことありますかこの著者佐藤佳代子さんはですね小学校の先生、えー、学習塾の経営の地インターネットショップのキララ社カフェさやを運営しておりますショップではこの標本グッズをはじめ理科グッズなどを販売、えー、カフェではさまざまな理科系ワークショップも主催しています もともとね、小学校の先生だったということで、標本、やっぱり詳しいんですかね。ただこれ、すごいおしゃれなんですよ。なんか、標本って聞くと、男の子がやっていそうな、もちろんクワガタとかこういう昆虫とかをね、採取して、標本にして、まあ、楽しむとかはね、あると思うんですけども、ここで紹介してるのは、 あの自分で作ってもちろん楽しめるんですけども、楽しくておしゃれな感じ。女子でもできる。もちろん男子もできますけどね。で、いろいろと、この木の実をね、標本したり、押し花とかね。押し花はまあやりやすいですよね。標本したり、ドライフラワー。また写真がね、素敵なんですよ、これ。ドライフラワーとかね。そういったものをおしゃれに、こう、標本にする。 という植物とかねうんでこの中で気になったものを紹介していきたいと思いますえー、っとね皆さん最近少しずつあの流行ってきてるらしいんですこのハーバリウムと呼ばれるオイル液のオイル液に浸した標本というものが流行っていて。 この本来ハーバリウムというのは植物の標本を手造されている建物や場所、研究機関を指すものだったそうなんですけども、最近流行りのこのハーバリウムはドライフラワーやプリザーブドフラワー。ね。これはエタノールで脱色してグリセリンを使って脱水し、同時にあの色をつけたものらしいんですけども、それをミネラルオイルというものに浸したもの。これがハーバリウム。 もう、おしゃれなね、インスタ女子とかはやってる。<laughs> 写真、あの、アップしてね、見たことありますもん。うん。あの、透明なガラス瓶にドライフラワーや、ドライフラワーや、プリザーブドフラワーを入れて、このミネラルオイルを注ぐ。このミネラルオイルというのは、あの、インターネットとかでもね、購入することができるそうなんですけども、あと、ハーブとかそういったものをね、扱ってるショップとかね。 そういったところで購入することができるんですけども透明な瓶にねこのオイルを入れてハーブとか、まあ、ドライフラワーとかを入れてるわけだからとってもね綺麗なんですよちょっとこれ見れますかねちょっとこれツイキャスあこっちかなここでーすちょっと見えづらいかなあこっちよいしょあこうか <laughs> あこれですねちょっと見えにくいかなすみません え長いね、ピンセットなどを使って瓶の中にドライフラワーを、まあ、コラージュ。ね、自分の今後好きな形というかね、見え方が綺麗にして、で、オイルを注ぐことで、まあ、多少ずれていくので、まずは大体の位置にこう調整して、オイルを注ぐときには瓶を少し傾けて、まあ、少しずつこう入れていくわけなんですけども。あの、これね、植物でもいいんですけども、例えば石とか、 あのー、水晶とかのこの結晶とか綺麗なキラキラした、ね、石とかこう透明なクリスタルとかそういったものを入れてもとても綺麗らしいですで水晶などの,この透明な、ね、あの破片を入れるとミネラルオイルとこう光が、ね、屈折してあのキラキラして見えるらしいこれちょっとやってみたいですねうん あのー、自由研究で出したりとかしてますよ。ねうちもちょっとこの本と出会うのがちょっとだけ遅かった。<laughs> うちの女子はあのー、ハーブをね、この前も言ったけど、ハーブを、えー、調べて、ハーブの効能とかね、ハーブティーとかね、そういったものを調べて提出したんですけどもね、自由研究で。この子の子面白い。ただ、 標本なのでもちろん動物もあります。昆虫とかね。それはさすがに、あのー、ちょっとね、トライしにくいので、まあ、男性ならぜひトライしていただきたいと思いますけども。あと、鳥の羽とかね。まあ、沖縄だったらこの貝殻とかもいいんじゃないかなと思いますね。貝殻とても綺麗だと思います。彩りがね。ちょっとツイキャスト、こう見えるかなここかなこうかな ここううでですすかねこうですね, <laughs> ね彩りが綺麗な貝殻を集めて標本にするということですね。でポイントはガラス瓶に入れて、まあ、見た目をきれいにするということなんですけども、うん、あとこの標本箱標本のねものを入れる箱なんですけどもこの箱の作り方も載っていましてまたこれがおしゃれなんですよ。 うんぜひぜひトライしてみたいなと思います。このエイジング加工したあのシールとかね。そういったものもありますのでね。わざとこの古い、古めかしいようなね、ものにするものエイジング加工っていうらしいんですけどもね。いいですね。素敵。これちょっと見てるだけでなんか癒されますね。綺麗なんですよ、本当に。このクリスタルとかね。はい。なのでぜひ。 皆さんも手に取って見ていただきたいと思います。さあ、気づけばもう2分切っていますね。<laughs> 今日メッセージたくさん来ておりましたので、ちょっと紹介したらね、あのー、本の紹介が少しちょっと短くなってしまいましたけどもね、ありがとうございます。さあ、昼ラジヤっコベイビーマイタイム。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは 沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。 さあ今日たくさんね、メッセージお寄せいただきまして誠にありがとうございました。えーと、翔太さん。標本ですか小学生の頃、クワガタで作りましたね。生きたまま冷凍庫に入れて安らかにお眠りになられた後に形を整えて完成させるんですよね。そうなんだ。子供ながらに少し心が痛みました。でも完成した時の達成感は何者にも変えられないものがありましたよね。って。 ああ、そういう風にして作るんだ、クワガタは。<laughs> それは知らなかった。<laughs> はい、ありがとうございます、翔太さん。幼い頃の思い出ですね。<laughs> またよかったら参加してください。さあ、ここまでのお相手は、ヤッコベイビーこと、富島やすこでした。さては皆さんまた来週お会いしましょう。えー、この後もね、素敵な午後お過ごしください。それでは皆さん、バイバイありがとうございます